皆さんこんにちは、フクロウです。今日はテラエンドレスウォーのリセマラ情報をお伝えしたいと思います。でこちらのゲーム、まず戦闘はこのようにプレイヤーがまあスキルボタンを押して敵を倒していくという形になっています。ただこのゲーム領地取りとなっていて、このようにねチャプター6まで攻略すると自由に動けるようになって、まあ、いろんな施設の強化とか、まあ、もしくはね自分の陣地以外の外側のワールドに軍隊を派遣して、まあ、領土を広げていくというようなゲームとなっています。ゲームによくあるですね、研究の時間短縮とか、もしくはその兵隊を作る時の時間短縮などなどで課金が求められるという形になっています。で基本的にこの町にあるメインコアとかお城のアップデートをしながら、まず町をね作っていくっていうことになります。でその後ワールドの他のねプレイヤーの陣地に攻め入るという形になります。チャプター6が終わると右下のメールボックスが出てきて、でこれでシステムっていうところをタップすると事前登録報酬がねあります。でこれ全部開けると、まあ、いろんなアイテムが手に入るんですが、通常ガチャ30連分とプレミアムガチャ5連分、あと今もらったねキャラクターがもらえるので、これでリセマラしていくっていう形になります。肝心のねガチャなんですけど、フィールドの酒場っていうところからガチャが、ね、開けるようになっていて、このガチャですね、その街で使うアイテムとかごちゃごちゃになって闇鍋なので、これで何回かキャラが当たったらリセマラ終了という感じになります。このゲーム概要欄からダウンロードできるので、興味がある方はね実際プレイしてもらえればいいかなというふうに思います。